皆さんこんばんは、 MK です。マリオラビッツギャラクシーバトルパート38やっていきましょう。今回も前回に引き続き画材百景の方を進めていければと思います。まずは生き残れからですね。8ターン中前回で5ターンは終わってるということで、残り3ターンなんとか生き残っていきましょう。ラビッツピーチの回復もあるので多分大丈夫だとは思いますけど、回復までには残り1ターンか、ちょっと体力気をつけつつ頑張っていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。そしてエッジまずチームジャンプして、ここ一直線攻撃してしまいましょうか。何かつけようかと思ったけど特にメラメラとかもないので普通に打ってしまいましょう。奥がクリティカル2個ぐらい出れば倒せそうな勢いでしたが倒せていない。そしてあ、ミスった。あーぶね、ラビッツピーチがまだ動かせた。これマリオのさ、ストンプで奥のそいつストゥージ倒しきれないか。はい、ここストンプ OK、 ナイス。そしたらここスライディングも入れて、ラビッツピーチとマリオの攻撃で倒しきれないかな。マリオここから一発二発クリティカル、ナイス、ダブルで、こっからさらに、あーこれエッジのスライディングって入れたっけ、今メディッチャに入れてなかったらそれでいけてたな。っていうか、あー、ドクドクウェイブじゃ厳しいか。なるほど。これさ、マリオ、パウブロックで倒すか。ありじゃない?ここ、パウブロックを使って、はい、メディッチャを倒していく。オッケー。で、ラビッツピーチは上のメディッチャ倒しに行きましょう。体力もまあ、まだあるので大丈夫でしょう。アイスで動かないようにもしたいですよね。はい、冷え冷えオーラをまといまして、トリプルアーチで攻撃していく。これ、動かないのは動かないんだけども、召喚とか攻撃自体は多分できるよね。あ、これさ、使う?ストームブレード。いや、ここまで近づいてくるやついるかな?残しててもしょうがないし使うか。よし、ストームブレードも発動しておきまして、いくぞ。これでターン終了でいいでしょう。相手が動けないけど攻撃はしてくる。召喚もしてくるんかい。だったらあんまり動かないの意味ないね。あ、やばい、ちょっと待って、ラビッツピーチやられる。あ、やられた、やらかした。ラビッツピーチなんとかなんとか耐えてほしいけどもう無理だよね。あー、これマジか。ちょっと、まあまあまあしょうがないな。あとはマリオとエッジでなんとか耐えましょう。エッジがクリティカル食らいます。そしてストゥージ来ます。残りが2ターン。待って、やばいかもしれない、やばいかもしれないな。ラビッツピーチそんな体力なくなかったけどな。まずはリジェネヒーリング、こちらを使って、はい、エッジの体力は回復していってもらう。したら残り2ターンでしょ。まずここスライディングダブル入れて、ファイヤー込みで倒すしかない。あー、そっか、残りのアクションポイントが少ない。まずこ、待てよ、待て、チームジャンプとかもか、あ、オッケー、範囲にはいるな。じゃあここフライングブレードいっけ。手前がクリティカル2回ぐらい出ればワンチャン倒せそうだけど倒せてないか。これストンプをあえてこっちにしてスライディングで奥のやつ倒そう。スライディング、オッケー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 。で、手前のメディッチャを倒しきれ、微妙なんだな。ドクドクウェイブ、あー無理か。どうすかな、どうすれば一番いいんだろう。壁の後ろ、上からさ集中攻撃されると思うの。次のターンマリオ3500もあったらさすがに耐えるよね。じゃあツインザッパー打つよ。ここツインザッパー確定じゃないんだよ。でも行くしかねえ。クリティカル出ろ、ナイス、一発出たけど倒しきってない。これもうもったいねえけど、ドクドクウェーブで倒すわ。一回攻撃されるよりマシ。はい、これで、こいつを倒しまして、耐性込みでも無理やり突破。で、上からの、まあ、上からの攻撃の威力が高いっていうのは前作で終わりだからね。今作にそんな仕様はございません。ストゥージ集中攻撃、エッジか。エッジを完全に倒しに、やばい、待って、あ、危ない危ない、いやいや、ちょっと、危ねエッジ回復間に合った。そしたら、ここ、待って、パワーアップ、このターン耐えればいいんだろう。いけるいけるいける。パワーアップかけて、
倒すやつ倒すよ。エッジが上行って、うわやっぱ一人いないと結構大変なんだね。でストンプ入れ、あーどうすかな、まあ、ストンプを無理やりこいつに入れて、でエッジをチームジャンプできるようにこの辺に着地します。でここスライディング入れる。でこの辺まで来たらエッジのチームジャンプもいけますねと。でこの辺に来ましてスライディングをこいつに入れる。で、あマリオ、あー残ってないね。ここをまあ2体倒しでフライングブレード行くしかないか。はい、じゃあメラメラオーラもつけて打ちましょう。ちょっともったいないけどね、行くよ。はい、ここほら奥のやつクリティカルがうまく出て継続ダメージもうまく、あーマリオも巻き込まれてしまいましたが、マリオあんまり遠く行かないで、うわマリオの位置が絶妙にまずい、マリオの位置が絶妙に良くないマリオの位置良くないな、良くないね、マリオの位置、マリオの位置良くないね。 50% 今出たの、 50% って書いてあったの、あこの辺か。ここ一発、ここ一発って打つしかないから、ほら当たんねえしよ向こう側で。エネミーターンがやってきて、このターンさえ耐えしのけばなんとかなるよ。大丈夫大丈夫、このターン耐えしのげ耐えしのげ、大丈夫。マリオが3000ぐらい体力あるから、どんだけ集中砲火食らっても大丈夫でしょ。最悪やられてもエッジいるし、2人いればなんとかなると思ってるけど、どうですか。はい、召喚されて、いや全員が攻撃しても大丈夫なはず。ここで、はい、さらにメディッチャ出てきて、はい、攻撃されるで召喚もするよね。はい、ストゥージ召喚して、このストゥージもマリオに攻撃して、エッジに攻撃してくる。うまく分散してプレイヤーターン OK。 危な、ちょっと敵強いなめちゃくちゃ強くないか。はい、コインスターピースゲット。生き残り系はなかなか難しいということも分かってきましたが、まあまあクリアできたからいいとしましょう。そして奥のこれは何ですか。お、スキンじゃない、どっかのゴールドだと嬉しいですけど。お、ワイルドウッドブレード、まあ黄金があるから使うことはないと思いますけど、とりあえずもらえるものはもらっておきましょう。で次のプラネットコインがここか。ダークメスの橋、ダークメスへの橋、これどうやって行くんだとりあえずこっちの方を回ってみましょうか。これ上に登れる街のところ、登れないか特にはしごとかはないみたいです。こっから降りた方が近いかな。であそこさえクリアすればとりあえず何だったっけ、ローメ、あ違うわハイラズ樹林か、ハイラズ樹林じゃない方は、全部クリアということになりますね。一旦あいつから追われてますので走って逃げまして、こっちから行くと思うんだけどどうだろうちょっとね、道が直接つながってる感じにマップからは見えなかったんですけども、こう来てこの下か、ちょっと待てよ、上に一旦登るとさっきのダークメスだまりみたいなところはどこなんだ。あ、そこの土管か、ちょっと怪しくない。下に降りてあの土管入ってないような気がするな。なんか手前にブロックもありましたけども、このブロック関係ある、寄せて中に入ったってこと。はい、下に行きまして、違うねここ全然関係ないね、この上か、待てよ。今マップを確認すると、あもうちょい、あなんだそこ、どうやって行くんだちょっと待って、ちょっと待って、どうやって行くのかが全くわからない。場所見えてる、あそこか、ダークメスだまりあった、この ZL でさ、どっかからつながるんじゃないか。待てよ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 、とりあえず奥行ってみようか。あの砥石拾ったところ、違うかな、この辺からつながるとか、どうですか、つながらない、あやっぱあっちだ、砥石拾ったところっぽいですね。じゃあタイガークローに見つからないように走って進んでいきまして、こっち側から ZL で道作るんでしょう。いや道作る系さ、ちょっと難しくないか。おっけ、きたマップからじゃ全然わかんないもんね。じゃあダークメスへの橋クリアしていきましょう。まあ確かにダークメスへの橋を今作った感じでございます。ミッションによるな、あんまり難しくないのがいいな。そして最近は生き残り
残れが難しいので生き残れ以外でよろしくお願いします。はい、ダークメスへの橋ミッションは敵を倒せか OK だったら何とでもなるでしょう。敵は6体、もう今いる6体か、 1,2,3,4,5,6,OK、 そうですね、パーティーはちょっとラビッツピーチの体力がなさすぎるのでここ変えましょうか。ルイージ、いやまとまってるからラビッツマリオあたりがいいかもしんないね。でスパークスでアイスをとりあえずラビッツマリオにつけて、それってスキンだよね、オーラだよね、スキンじゃなくて。エレキスタ、フロスタつけて、でパワーステラ、そうパワーステラとかパイロスタとかちょっとややこしいんだよな。パワーステラね、こいつはちょっと覚えとこうちゃんと。で一応こいつレベルアップする。あ、間に合ってないね、550、間に合ってないねじゃあとりあえずこれでいっか。よし、じゃあバトルスタートしていきましょう。上のところまでラビッツマリオを一発で持っていきたいので、エッジ、あーでもエッジも上に持ってきたいな。だとするとマリオがこっからごちゃごちゃ、待てよ、マリオも上持ってきたいよね。まずどうしよう。でも言うて何もできないのマリオか。じゃあラビッツマリオここ置いて、まずはエッジがチームジャンプ奥まで進んでいきます。なるべく遠くまで行っちゃっていいんじゃないでしょうか。スライ、入ってないスライディングの範囲に入ってない。ちょっと待って、1体しか無理なの。うわマジか。でマリオとりあえずここで決定なんで、待って、マリオ一番奥まで行っていいな。マリオここぐらいまで来てもらって、ラビッツマリオでチームジャンプで、ラビッツマリオは、あーもうマジ、もう全然うまくいかないじゃん。もうだとしたらみんなでまとまってこいつ倒そうその方がいいと思う。まずはラビッツマリオでここを、ほらトントントン、クリティカル一発出ました。ラストはクリティカル出ない、あと一発。これさ、マリオのくっそスライディングかなんかの範囲に入ってればって感じだな。まあ2発撃ちゃどっちか当たるでしょう。 OK 倒した。そしたら今度はまあ特にやることないから、エッジが上行って、ゴールドのこれでまあブロックの後ろに隠れつつこいつ倒すか。君ってちなみに弱点はスプラッシュ、あ、ついてないね。だとするとまあストーンブレードも打っておきつつフライングブレードを投げましょうという感じですね。あ、これスキップできるんか、じゃあスキップしましょう。ほい、フライングブレード、これでクリティカルは出ないそしたらもうターン終了でいいでしょう。こっから、はい、誰が先動く、一番最初に近づいたかやつ食らうよ。ブロックでとりあえず攻撃は入らない。そいつみんな、おーっと3体いけるか。そういう攻撃なんだっけこれ。ウィンド近くにいるやつ全員攻撃するんだったっけ。あれ、なんか効果上がってない、どっかでお任せで、なんだったっけ、ステータスみたいなの振ったからそれでなったのかな。エッジはとりあえず奥まで行ける。ここの辺からラビッツマリオの腕の見せ所、ラビッツマリオの腕の見せ所なんだけど、もうこれきついな。ラビッツマリオとりあえずそこの3体を範囲に入れたい。 OK いったっしょ。 OK3 体入ってるな。でエレキかアイスどっち使えばいい。アイス弱点ポイズン、オッケー、アイスにしましょう。冷え冷えオーラを使いまして、ここで3体攻撃していきます。オッケー。多分ね、手前の、ストーンパレッテも倒した。オッケー、全員倒した。こっから今度、エッジが、マリオでチームジャンプしてって感じになるよな。エッジチームジャンプ、スライディングも入れたいので、こんな感じ。で、スライディングからの、ダブルいける？オッケーいける。これファイヤーつけるか？体勢でファイヤーついてなければオッケーいきましょう。メラメラオーラをつけて、あーでも結構移動しちゃうかなこれ。まあいっか、いきましょう。おい、お、手前クリティカル出たよ。帰ってくるときも、あ、継続ダメージで倒したんじゃない？その見えへん。どう？あー倒しきってない。でもあいつだったら、マリオ、あーま、あーでも、あ、こっからいけるか。よしよし、オッケー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 。本当はね、チームジャンプしてスライディングもしたかったんですけども、なんとかツインザッパーで倒すことができました。オッケー。
ステータス振るやつなんて言うんだったっけなんか貝みたいなやつ、パワーもうちょっと専門用語が多すぎて MK 様頭パンパンなんですけども、そう最近ねポケモンもやっててゼルダもやってて全部専門用語が多いからさ、本当あれな、スキルプリズムねすいません、はい、ちゃんと覚えましょう。もう 30% 超えてるんですから、マリオラビッツもね、しっかり用語を覚えていきたいと思いますが、これでとりあえずこっちのマップは全部終わったな。よし、オッケー。そしたら今度は奥のマップ、ここ行きましょうか。プリンセスとプリマドンナで巨大サプライズ、これスパークス24体なんだけど、コンプリツ見てスパークス今22体だから間に合ってない。でちなみに、はい、火山百景 87% なんだよな。あそこが 13% とはちょっと思い、あ、っていうか、まあもう一個あるとしても 7% 6% 持ってるとはちょっと思えないんだけど、まあとりあえず行くよ。はい、じゃあハイラズ樹林の入り口にテレポートして、結構近いのでちゃちゃっと行ってしまいましょう。プリンセスとプリマドンナプリマドンナっていう言い方する？ちょっと MK さん英語詳しくないんだけどさ、こっちか、ダークメス、ん、待てよ、あそこか、クリボーに見つからないようにちゃちゃっと登っていきましょう。 OK で、これはもうパーティーが決まってますね。ピーチとラビッツピーチでやらないといけないみたいです。はいはい、敵を倒せがいいな。ちょっとタイル系はまあラビッツピーチいるからなんとかなるかもしれないけど、じっくり戦うバトル、まあ力は貸すけどさ、はいはい、わかりました。じゃあプロテクトとかもうまく使えってことね。そしてラビッツピーチの回復も大事と。ちょっと主役を忘れないでくんない？うん、そうだね。ああ、これ、いや待って、何ターン耐えろ系じゃねえか。だとしたらやだなじっくり戦うバトルと言っておりましたが、はい、中身は何なんでしょうか。あんまり広いマップも嫌だけど、多分ね一緒に動いた方がいいと思う。敵が 1,2,3,4 が生き残れだ。マジ6ターン待って、これ絶対回復必須だな。そして一旦チームメニューで回復系のスパークスとかいた方がいいよね。ちょっとリジェネバルーンをピーチにつけましょう。であと、うわこれさ、パワーステラか、いや迷いどこ。リフレクミラーとかあった方がいい説もあるよね。これなんだったっけ、ボーンシェルドがスーパーエフェクトを、あ、ダメージを減らす、ダメージ跳ね返すのはこれか、リフレクミラーか。ちょっとじゃあリフレクミラーをラビッツピーチに入れる。でうわー迷うな、敵をちょっと離すっていう意味ではテンペスクエイカありなんだけど、離したところで撃たれるからな。ちなみに君はクロー様な、タイガー、タイガークロー召喚、HP1690 のタイガークローを呼び出す。え、待て、強くない？ちょっと使ってみる？ちょっと試しに入れてみようか。ピーチのところに入れまして、であと1体はじゃあボンシルド入れるか。ほい。でちょっとレベルが全体的に足りてないので、まずはクロー様な、君のレベルスターピースを使って上げれるところまで上げます。もしかして君結構強い？ワンチャンあるな。はい、さらにレベルアップ4までいける？ 300、 おギリギリいける、ありがとう。はい、これでレベル4までいきました。あとはレベル3だけど、まあとりあえずしゃあないか。待って、ラビッツピーチだとしてもこれ回復しないといけないわ。ここで HP 回復、ちょっと1キュッパさんよろしくお願いします。ラビッツピーチのためだけにでちょっともったいないんですけどね。でゴー、まずはこれ攻めるんだったらもうこうなんだけどこうだよね、もう攻めるんだったらね、上から攻撃できるし、ロビソルキャノン行っちゃってもいいような気もするな。チームプロテクト入れ、どうすっかな。まずはまあ、いやこれ下降りてからの方がいいのか、全員にやるんだったら。ラビッツピーチ一旦どけてもらって、ピーチ下降ります。でこの辺からだったらさ、全員いけてるよね多分ね。あ、全員は厳しいのか、ちょっと待てよ、全員いけてる、オッケーいけてる。うわ、だったらパワーアップ系の方が良かったんじゃないのこれ。微妙だな。とりあえず一緒に行動したいので、
ここまで来てもらってリフレクショット、いや、スライディングまず入れよっか。まずここダブルスライ、オッケー、ダブルスライディングですぐ戻る。そう、これね、閉じ込められたりするのよ、そこに。アップな、で、まあ使うか、チームプロテクト打っといて、これでとりあえず1回ぐらいだったら攻撃されてもどうとでもなります。で、全員攻撃の範囲に入れてラビソロキャノンゴー。まあ全員は倒せない。で、こっからだよね、今度はラビッツピーチスライディング入れて、ちゃちゃっと、危ねえ危ねえ危ねえ。で、あー、これ、いや、やっぱ攻撃アップ系入れといた方が良かったんじゃない。1体だったら倒せるけど、あー、なんかもったいないんだよな。もったいないよね、こんなことしたら。もったいないね。これさ、パウブロックじゃねえか。パウブロック使ってさ、おっ、やっぱそうだよね、オッケーこれだったでしょ絶対。で、ラビッツピーチ安全なところから打ちましょう。あー、この辺、いや、ここ安全じゃ、まあとりあえずプロテクトついてるからいっか。はい、じゃあ1体これトリプルアーチで倒していきます。どんどんどん、ドラゴストゥージ、はい、食らいまして、で、エネミーターンがやってきて、ここオッケー、プロテクト。で、もう1体もラビッツピーチに攻撃してくれればプロテクト、あ、プロテクト2回までか。オッケー、ナイス、ゼロダメじゃない。きた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 。あいつ、あ、攻撃できねえか。攻撃できるタイプのブラックホールが良かったな。まあそんなこと言ってもしょうがなくて、今度はこいつらを一気に倒したいので、ピーチをまずチームジャンプ、スライディングと攻撃の範囲まで全員入れます。はい、で、ダブルスライディングしたらここいけるよね。はい、3体攻撃、もうちょい近くていいな。あー、でも待てよ、そのブラックホールがあんまり近いと怖いんだよ。とりあえずこれやってみる、タイガークロー召喚。これさ、残るんだったらさ、置いときたいよね。ちょっととりあえず一回こう打つ。はい、これで打ちまして、で、こっから今度タイガークロー召喚してみるか。ほい、どうなんだろうこれ。はい、ピピー、呼んだよ、呼んで、そこ攻撃になるのか、おら、で、消えちゃうの君。消えない、消えないんだったら、え、めちゃくちゃありじゃない、消えないの君、本当に。で、今度ブロックの後ろからそいつを倒していく。あいつにさ、次の攻撃とか集中するんだったらめちゃくちゃありがたいんだけど。あー、リフレクトが使っとく、待てよ、チームプロテクト打ちたいな。あー、でも間に合ってねえもんな、リフレク。いや、でもここ攻撃されるか、されない気もすんな。別にあと何使っても意味ないしな。でももったいないよね、リフレク使ってみるか。ほい、リフレクショット、もしかしたら何かしらね、攻撃されるかもしれません。はい、で、これでターン終了でいいかな。こいつどうなんの、この青いタイガークロー、これは、はいはいはい、攻撃されんのか、こいつ。お、なる、え、待って、めちゃくちゃ強くねえか、だとしたら、え、こいつやばくない、君強すぎるな。え、めちゃくちゃ強いじゃん、このタイガークロー呼び出すやつ、やばやば。そしたらまたそこにちょっとブラックホールがあるので、やることねえな、タイガークローいるから。とりあえずブロックの後ろ隠れといてもらうくらいしかやることないよね。君もとりあえずまとまっとく、どこにまとまる、このブロックの後ろ。で、君も、はい、こっち来てもらって、ここで、いやー、でも ここか、ラビッツピーチが、はい、チームプロテクト一旦使ってみましょうか。これさ、君も守ることになるよね、タイガークローも。来たー待って、強すぎる気がするこれ。はい、ターン終了、こいつに全部の攻撃のヘイト集めればいいじゃんね。で、ドラゴストゥージが攻撃するけど、結局君でしょ。はい、で、耐性ついてるでしょ。で、こいつなんなら攻撃しに行くからね。え、強すぎる、強すぎ、え、しかもそれ倒してくれる、やばくないやばくないか、ちょっとやばいことになってない。ちょっと待って、チームプロテクト入ってるよね君。はい、これでまたあいつを守って、あいつだけでいいじゃん、じゃああいつだけでこと済んでるじゃん。で、ラビッツピーチも特にすることないかな、することないんだよな。ターン終了、はい、
でエネミーターンがやってきて、ヘイトがね全部そっちに行ってほしいんだけど本当は。お、来た。はい、プロテクトついてるよ。でここさらに殴ってくれる。待って、強すぎる。これで勝ちじゃんこれで勝ちじゃんねえ。はい、でさらに近づいて、でブラックホール出ます。でこっちのターンでしょ。こいつが動いてそこのドラゴンステージ倒す。ちょっと待って、無敵じゃん。無敵なんだけど、どうしよう、どうしよう、無敵になっちゃった。ちょっと一応こっち近いとこ隠れとくか。でまあリフレク打たなくてもしゃあねえから打っといて、え、あと何ターン、あと2ターン、こんなん余裕よ。はい、ターン終了。でそこ出てきました。またドラゴンステージか。あ、これどっち打ってくる。あー、そっち打ってくれた。律儀にありがとう。体勢ついてるもんね。はい、でトーク何もしてないよ MK さん。 MK さん何もしてない。え、もう1体呼べる。ちょっと待って、あれ1体まで、あ、1体までなんだ。タイガークロー召喚は、まあそりゃそうだよなそりゃそっか、1体までか。なるほどね。じゃあここもブロックの後ろ隠れておいて、え、これもしかしてさ、回復、回復できる。タイガークローの HP 回復できるぞ。これ2対1だった、2対まあ複数だったはずなんだけど、もう3対複数じゃんこんなの。じゃあ、いいの。ターン終了。でエネミーターンがやってきて、それさ、その辺だから多分タイガークローにヘイト行くんだわ。はい、でここ耐性がついてる、近づく。はい、でブラックホールからまた出てきて、君は、君もタイガークロー攻撃するのか。ほら、君ながらもう近いよ、これ叩いちゃうよ。おら、オッケー。で次のターンがやってきて、オッケー、待ってタイガークローしか戦う、え、強すぎない。いいのこれ、こんなの。おお、スチームパンクラビストルキャノンゲットした。やばやば、え、これ使おう、ガンガン使おう今後。これが一番強いまであるぞ、スパークス。え、今後もさ、なんか呼び出せるようになったりするんだろうな。ちょっとスパークスの新たな一面を見たところで、コンプ率が今 90%。 これさ、何がコンプされてないの。メモリー、メモリーか、結構ないね確かに。テラフローラが次のとこでしょ。1,2,3 で4 4個メモリー拾ってないのか。うーん、ちょっとこれ必死になって探すのもいいけど、とりあえずさ、画材、いや、画材百景じゃなくて豪雪峠の方行っちゃわない。それでもいいと思う。で豪雪峠をまず 100% にして、でスパークスが手に入るかちょっと分かんないけど、ちょっとここの次の土管、あの金の土管やれるようになってから来た方がいいと思う。そうすればまた新しい能力とかゲットして、行ける場所広がってる可能性あるし。そう、 ZL とか ZR もね、多分ね、あの豪雪峠とか、ともしびビーチはなかったけど豪雪峠にもあると思うのよ。ということで、はい、テラフローラのところも気になるところではありますが、豪雪峠まず向かっていきましょう。でここの金土管だよね、あそこをまずクリアして、で豪雪峠をまあ ZL とかの力も使って 100% にして、それからね、画材百景の 100% を目指していければと思います。どうせスパークス今んとこ足りてないしね。よし、じゃあ次回はここの金土管やっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。